たまに行っていいかな。まあ確かにチャイティーとかも飲みたいじゃん。チャイティーもお家で作れるんだよ。いやハートの郵便物いただきます。ねえママだったら苦手なさ、キノコ入ってるこれ。うーちゃん食べれる？ママ食べれないんだ。こいつ食べれるかママに見せてよ。食べれたらすごいね。もうこれはママ食べれないんだよ、キノコだから。食べていくわ。パパ言うの、キノコ食べれるよ。すごい、キノコ美味しいのに。苦手なんだよね。何があるんだよ。キノコ食べなかった。嫌になれないんだよ。そっか、わかった。頑張って食べてみようかな。昨日応援してあげてるのか。美味しいから。美味しいよ。ベーコン。ベーコン。ベーコン食べたら力は湧いてくるよ。ベーコン大好き。もう花粉がなければさ、また一個ずつないぞ、靴下が。ほんとね、なんなのこの靴下問題って。くらい靴下がねえぞ、一個。これもう着れないかしら。着れないかも。着れないかも。86センチ。もう全然着てないのに。これは絶対着れない。かわいい。こんなの着てたの。何センチだよこれ。81センチだよ。切れないよ。こんなのあったっけ。あ、今じゃん。出てくる。あったー、帽子。イエーイ、帽子あったー。あのさ、これさ、開けて。どうせ今日はちょっとずつ開けて。超逆光で見えないし。かわいい。うんちゃんさ、動物園か遊園地か、また何があって、水族館どれが好き？水族館好きなの？そうなんだ。水族館ってあの、あれ？お魚さんがいるところで、イルカのショー。どれが好きなんだ？初めて知った。ダメ、食べたい。ダメ、豆は。豆の時間は終わったでしょ。終わってない。終わった。何でよ、豆。おめでとう。
のカレーどう？美味しい？今日は勉強に専念できるようにちゃんとやってあげてる私偉いです。これ見てパパ、すごい偉いんですけど、みんさん歯磨きしてます、自分から、そして自分でお着替えしてます。成長だね、ほんとすごいね、足長くて綺麗だわ。そしてちゃんと自分でブクブクペもできますね。あらーすごいね。おうあーちまうわー大丈夫私のお家に入ってきた新入りちゃんです。じゃ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 ーん、ここはピンクで統一してたから今度は模様替えしたいと思います。そうするとさ、そこにさ、またさ草を置きたくなっちゃうんだよね。いいじゃん、とりあえずこうしとこっか。鉢もなんかいい感じでじゃない？鉢はそれいいだろう、色もいいし合うじゃん背景に。ビープルっていうところでゲットしたお風呂に入れとくやつなんですけど、中に水晶が入ってるんですよ。これでなんか浄化みたいな感じで、これを飾ってもいいしみたいな感じなんですよ。1週間か2週間ぐらいこれで入ってていいんですけど、めっちゃおすすめ。これいい匂いだったし、なんかあーってなる。かわいいお餅が可愛くなっていく。どんどんじゃじゃじゃん、こんな感じになったよ。そしてご飯食べましてるよ、ご飯食べましてるよ。だってそうしたいね。やだやだやだ、かけられたい。美味しいよこれ。美味しいらしいって、ママママと一緒美味しい。じゃあ、ちょっと持ちでやっていい？